スの、ね、デザイナーさんが作ってるバッグなんですよ。まあ、マンティスの上位互換としてね、ほんでね、僕がこれ一番いいなと思ったのがね、はい、本日ですね、いよいよマンティス2を超える、バッグが登場したんじゃないかなと思ったんで、今回、レビューさせていただきたいなと思います。ということで、こちらのバッグがそうなんですけども、僕の視聴者さんってね、このアークテリクスのマンティス2を持ってはる方が非常に多くてね、マンティスめっちゃいいですよねっていうお声がある一方で、もうマンティス2自体がそもそも買えないと、もう数がそもそも少なくなってるっていうお声もあるんですよ。ほんでなんか今年のボディバッグええのないかなっていうところにね、まあ、僕も愛用しているリュックのメーカーブラックエンバーからね、こんなポーチみたいなバッグが出てきておりました。でこれがね、これ結構男女兼用で使えるんじゃないかなと思ったんでね、今回ご紹介させていただくわけなんですけども、まずですね、いろいろと見ていくと結構これも便利そうなんですよ。え、なんでなんかっていうと、まずね、入り口のこのなんていうの、外側の部分、これがね、このマグネット式なんですよ。だからこうペチーンってひっついてるの分かります？音拾うかな、ペチーンって言ってるんやけど、マグネット式やから結構すぐに出し入れできるんですよ。で中側がね、こんな感じでね、スマホをポーンって入れることもできるし、なんやったらこの隙間のところからね、充電器のコード挿してスマホ充電しながら持ち運びすることもできるんですよ。スマホを便利に入れられるっていうところはね、このアークテリクスのマンティス、まあ、マカ2とこのブラックエンバーのバッグね、大きさ的にも結構似てるでしょ。そんなに大きさも違いないし、結構コンパクトやし、で結構便利そうな、ね、感じになってるじゃないですか。これは紹介していかなあかんねと。でちなみにブラックエンバーといえばね、以前ね、こういう普通のタイプのボディバッグでね、これもね、もちろん防水なんですけど、これも普通に紹介させてもらったんですけど、今回はなんか最近こういう四角い系流行ってるじゃないですか。でまあ僕が作ってるボディバッグも四角い系やし、なんか多分トレンドなんでしょうね。でようよう見たらね、これブラックエンバー去年から出てたんですよ。おい、去年から出てたんかいなって感じなんやけども、一回これをね、使っていこうじゃないかというふうに思っております。っていうのも、最初の言ったみたいに、ここね、スマホとか入れる感じになってるでしょ。でメインのところのところパッて開けてもらって見てみると、これな、どうやら iPad のミニの6とかが入るらしいんですよ。だから意外と容量もあるし、あとなおかつ小物のところ、だからこういうところとかね、小物も結構入れれるし、さらに僕これ前高いって言いましたけど、このマグネットのね、あのパチンってやって、こういうところに鍵つけておくんですね。例えばまあ鍵じゃなくてもいいや、こうやってあの AirPods 例えばつけてるとします。あれ、これたまに聞かれるけど、すごい、これが AirPods なんですねって聞かれることありますけども、そうなんです、 AirPods のねケースこれ入れてるんですけども、どこで買ったか忘れたけど、楽天かなんかで買ったかな、そう覚えてないですけどもね、こういう風につけとって、まあほんま鍵がいいと思うけど、で例えばこういう風にしてマグネットでカッチンって引っ付けてあげれば、これでね、僕よくなくしますけどもね、まあ、AirPods はなくしたって別に iPhone を探せで出てくるんやけども、こうやって中に収納もできるし、なおかつ落としそうになったとしてもちゃんとね、ここでつながってると。で普段はこうキーホルダーとしてね、つけとくっていう使い方もできるんで、ブラックエンバーね、この手のやり方多いんですよ。だからね、うまいことやってるなと思うんですけどもね、まあ、今回うまいことやってましたわ。ほんでね、僕がこれ一番いいなと思ったのがね、最近でこそあんまりこのマンティス2使わなくなったんですけども、まあ、こういうねレザーのバッグもね、いいんですけど、例えば旅行とか行ってて、海外旅行とか行ってるとするじゃないですか。ほんなら雨とか濡れたりとかした時にでも考えたら、まあ、これやったらパスポートも入るし、で雨濡れてもいけるし、でこういう鍵とかもつけれるし、ホテルの鍵とかねつけて、まあホテルの鍵はまあ受付で渡すか、ほんならまあ何つけるかわからんけどもつけたりできるじゃないですか。ほんでね、こういうところにもね、なんかちょっとこう、まあ、メモ帳とかも挟んだりもできるし、こういうねデジカメとかもね、ポンって全然あの大きさだけも全然楽勝で入るから、結構これ使えそうじゃないですか。だからね、もしかしたら今まで僕はもうマンティスって言ってたけども、まあ、今これがね、正式名称の名前なんて言うんだかな、ちょっと忘れました。正式名称の名前忘れたんやけども、あの下の概要欄にはちゃんとあの貼ってますけどもね、それこれがね結構いいんちゃうかなと思ってたりします。まあ、この全開で開くことはないとしても、一応全開でも開くし、でさらにそれでいて、この一番体に当たる部分のとこにもジップあるんですよ。でこれももちろん止水ジップですけどね。でこれ開けると、ここにもね、なんか入れたりもできるんですよ。こうメッシュ素材のやつがあって、でもう一個こういうところにもあったりするんで、まあ、できたらこことかはハンカチとかがいいと思います。どうしても体に当たるところやからね、あんまり硬いの入れてると強い心地というか、つけ心地悪いと思うんでね、これ結構良さそうやなっていうのと、あとね、これ紐があるじゃないですか。でこれ紐がね、結構しっかりしてるんですよ。この見てもらっていいですか。このショルダーのところだけこういうクッションっぽい感じになってて、あとのところは普通のこういうナイロンの紐だから、これが要はこのアークの紐とかと同じような感じやねんけども、体に当たる部分てか肩の部分だけこういうクッションのある素材を使われているので、次に値段言いますけどね、そらこの値段するわっていう感じだから、このマンティスが5500円ぐらいかなって考えた時に、これコスパありえないんですよ。だからそれをもう一個上位互換でアップデートしたのが、まあ大体こんな感じかなと。で
うちの場合はね、これ嫁が気に入ってね、あの私これ使うからあのタックは使わんといてって言われて、基本的に嫁が使っております。でここの紐とかを外してあげると、ここでねピュって外してあげると、こんな感じで外してあげると、これだけでもね使えるんですよ。でまあ僕これだけで使うことはないけども、まあ、リュックに入れたりするのはいいかもしれないですね。こういう感じでリュックの中にポンって入れたりすることもできるので、旅行の時なんかは使えるかもしれません。っていうのもね、最近僕もブラックエンバーばっかりになってるんですよ。あのリュックもブラックエンバーでしょ。でジム行く時のリュックも、まあボディリュックっていうか旅行バッグみたいな、ボストンバッグみたいなのもブラックエンバーやし、でこれもね本来僕のはずやねんけども、なんか嫁に奪われたから嫁のものになってますけども、まあ、これから旅行行くとかそういう時なんかはねいいかもしれないし、女子とかやったらこうやってつけたりしたら可愛いじゃないですか。まあ、男子がこういう斜め掛けってあんませえへんのかな、ちょっと分からんけど、まあ、下としてもここクッションとかやからやっぱり痛くないんですよ。結構荷物入れたりとかしてもグッて食い込むことないし、まあ、これ結構いいんちゃうかなと思ってね、今回紹介させていただきました。ただお値段がですよ、何なのかと申しますとですね、お値段そう23,100円ということで、マンティス2のだいたい 4,5 倍します。だからマンティス 4,5 個買ってもこれ1個分ぐらいな感じなんで、まあ比べるところが違うっちゃ違うんですけど、よく見てもらったらもう生地感も全然違うんですよ。こういうなんていうの、ちょっと柔らかい感じなんか、こう結構張り腰のあるマットな感じなんかって言ったら、ちょっと大人っぽさ全然違うじゃないですか。それだったらやっぱ大人っぽいのやったらこっちやし、で防水とか機能的にもあるけども、まあ、マンティスのやっぱいいところっていうのはね、この背面はしっかりクッション使われてて、このスマホ入れるところがあるっていうところがいいんですけど、残念なところとしたらこの背面の部分っていうのが別にクッションでもなんでもないんですよ。だからね、この一番最後のポケットのところはあんまりほんまに硬いも入れん方がいいと思います。だから逆にここでクッションを自分で作っていくっていうかね、ティッシュ入れたりとかそういう感じで体に当たるところのクッションを入れていった方がねいいんちゃうかなとは思ったりするので、まあそういう僕はね荷物いっぱい入れてこうやって持たへんから、それどんだけ痛いかって言ったら分からへんけども、でもなんか形的に可愛くないですか。で形的に可愛いし、例えばね旅行とか行っててね、荷物置きました、で荷物リュックごと出かけんのあれやなっていう時のちょうどいい大きさでしょ。トートもいらんし、かといってちょっとちっちゃいのもあれやし、パスポートも入らへんしっていうのはぴったりじゃないですか。デジカメも入る、まあもちろんね普段使いもできると思うんですけど、まあただレビュー見る限りね、この止水ジップのあの止水が開けにくいっていうのがあったんですよ。で止水が開けにくいっていうのがあったからどうかなと思ったけども、まあ止水ジップってこんなもんやから別に開けにくいとも思わへんし、開けやすいとも思わへんって感じなんで、まあ止水ジップをね、まあ、僕の人さんよく知ってくれてるから、まあ、別に普通かなって感じで、初めて止水ジップ持つ方からしたらこういう普通のジップに慣れてると確かにちょっと硬く感じるかもしれないんですけど、まあ、その辺は普通の止水ジップかなと思います。それよりも僕気になるのはこのクッションの部分ですね。ということでね、今回ボディバッグを紹介しました。っていうのも高田さん、マンティス以外も他ありますかってね前々から言っていただいてたんですけども、まあ、なかったんですよ。で、まあ、僕は見つけれてなかっただけやけどね、だって去年からこれ出てるわけやから、まあ、なので、まあ、マンティスの上位互換としてね、まあ、これはいいかなと思うし、まあ、値段だけで考えたらまあマンティスの方がいいと思うし、クオリティを求めはるっていう方はまあこっちでもいいんかなというふうに思います。まあおそらくね、僕はこういう使い方はしなくて、どっちかって言ったらリュックに入れるとか、この中に僕旅行行くときはね、絶対カメラのバッテリーとかメモリーカードとか結構細かいケーブル類結構あるんですよ。でそういうのをここにぶち込んどいて、こんな感じで、ね、持ち運ぶ。で水に濡れても大丈夫やから、カメラ機材とか、まあ、卒検も大丈夫じゃないですか。まあそういう使い方がメインになるはずなんですけども、まあ、おそらくうちの嫁に取られてるとは思いますけどもね。まあそういったことで今回ね、ブラックエンバーの、まあ、なんていうアイテムかちょっとわからないんですけども、まあ、マンティス2の上位互換と僕は勝手に呼ばせていただきたいなと思います。ただ一つ欠点としては、そのクッション性がないから体に当たる部分のね、だからそこは自分で作った方がいいと思うので、そこだけね、いい緩衝材を見つけるか、いいティッシュを見つけるか、まあ何かわからんけども対応してもらえばいいかなと思います。っていうのも、まあこれがね、まあ、ご存知の方も多いと思うけど、ノースフェイスのねデザイナーさんが作ってるバッグなんですよ。もともとノースフェイスにおったけども、今はノースフェイス辞めて、リュックをデザインしてるから、まあ、ノースフェイスがそういうのに合うっていうことなんで、まあ、どっちかというとこういう私服よりかは、まあ、こういう私服でも全然いけるんやけども、例えばねこういうマウンテンパーカーとかでもいいやろうし、まあこれはちょっとワークマンですけどもね、そういう感じで紹介させていただきました。まあちょっと使い勝手については多分おそらく嫁からまた聞くと思いますので、その時に喋りたいなと思います。はい、ということでね、本日はねブラックエンバーのボディバッグをレビューしてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。